好，那接下来的剧情是悟饭获得老界王神获得超人的力量，超于凡人的力量。然后我们要去帮雾天克斯打魔人婆雾。那喜欢我频道记得按下订阅按钮跟铃铛，记得追踪我 IG 跟 FB。好，就这样 ，Go。大したことなさそうだな。まったく5点。トランクス君、ピッコロさん、間に合ってくれ。好远哦。 这时候悟饭还是很强的。那到后面悟饭变成野比饭。まいったな。フュージョンも終わっちゃったよ。殺されちゃうよね。絶対。頼りになるとは思えんが、俺も戦う。やるだけやって一緒に死のう。なんだこの気は。誰か来る。帰ってきたご飯。限界を超えた奇跡のパワー。兄ちゃんだ。よかった、間に合って。ご飯さん、兄ちゃん、よかった。 死んだんじゃなかったんだね。あれがご飯なのか。以前とは木の種類が違う。甘さも消えている。だからあいつとは分からなかったんだ。他のみんなは殺されちゃったよ、魔人ブーに。母さんやデンデたちもか。そうだよ、僕たち以外みんなだよ。美味しかったぞ。 みんな食べちゃったんだ。俺がチョコにしてな。いや、違う。感じるぞ。おい、まさか、俺と戦うつもりか？違う。貴様を殺すつもりだ。 ない。勝てんぜ。 お前はやっぱりな。お前だったか。遠い遠い、ずっと遠いところで強い力を感じていた。俺は俺より強い力を許さない。そいつは残念だったな、魔人ブー。よく聞けよ。俺は お前だけは許さない。絶対絶対絶対だ。ご飯助かった。いえ、自爆するとはな。死んだのか、ブーは。いえ。どういうことだ、逃げたのか。気を感じないぞ。 あいつだって気を消せますよ。隠れてチャンスを狙ってるのかな。わからない。でも何かを企んでいるようだった。もし本当に生きてたってへっちゃらだぜ、あのご飯さんに手も足も出なかったもんな。俺たちのスーパーゴテンクスぐらい強かったよな。もっと強かったよ。そうか。うん、ちょっとだけな。そうだ、聞かせろご飯。どうやってそこまで極めたか。へえ、そんなすげえじいさんが。それよりドラゴンレーダーは誰が。ああ、俺が持ってはいるが、デンデが殺されてしまってはドラゴンボールはもう。大丈夫、デンデは生きてますよ。ほら、かすかに気を感じるでしょ。何？本当だ。デンデのところに向かいましょう。他にもかすかに誰かの気が。何？ん？なんだ？人が？はい。あれは？あっ！ミスターサタン、なんであいつだけ生き残ってんの。しぶといやつだな。ほっとこほっとこ。いや、一緒に連れて行ってやろう。俺は神の神殿から見ていた。ああ見えても根は善人なんだ。あいつはあいつなりに地球を救おうとしていた。デンデ、よく逃げ延びたな。でかしたぞ。ポポさんが僕をすぐに下界へ放り投げてくれたんです。さすがミスターポポ、素晴らしい判断だったぞ。おい、何者だ、あの顔色の悪いガキは。ほら、ガキとはなんだ。神様だぞ神。なんだって。ん？魔人ブーだ。そうだな。一体何を企んでるんだ。おいチビたち、俺はお前たちと戦いたい。なんだと。勘違いするな、貴様の相手はこの俺だ。まずチビたちと決着をつけるんだ。その後お前と戦ってやる。なんでだ、なんでそんな回りくどいことをするんだ。貴様はこの俺を倒したいんじゃなかったのか。どうしたチビたち、俺とやるのが怖いのか。なんだと、僕たちが怖がってる。今度こそやってやろうぜトランクス君。当たり前だぜ。待て、何か変だぞ。おかしいとは思わんか。なんで。フュージョンハー。じゃじゃーん、またまたやってきたで。正義の死神スーパーゴテンクスだ。あのチビのパワーとピッコロというやつの頭さえ足せば。なんだ？どうかなごはんくん、無事作戦成功だよ。この瞬間こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞてめえ、二人を自分に取り込むなんてよ。お前のせいだぞ。お前は絶対に最強であるはずの私より強かった。はるか遠くにお前の存在を感じた時からこの作戦は始まっていた。そこで考えたんだ。その時戦っていたスーパーゴテンクスとかいうチビを我が身に吸収すればどんな奴が現れたって最強の王座は揺るがないと。だがそのチビのパワーには時間が限られているらしかった。そう話していたんだ。もし吸収する瞬間に元に戻られては困るからね。次の機会を待ったんだ。再びスーパーゴテンクストやらになるには1時間あればいいらしい。だからそれまで消えていたんだよ。くっ、そういうことだったのか。どうせ吸収して一等賞になりたかったらこの俺を吸収すりゃ簡単だったのによ。何も分かってないようだな。敵もいないのに最強になってどうするんだ。前の魔人ブーが言ったはずだろう。絶対にお前をぶっ殺してやると。それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。俺をぶっ殺してやるって？勝負を急がせてもらうぞ。吸収したスーパーゴテンクスとやらは変身時間がかなり限られているようなんでね。貴様にしては冷静な判断だ。飛行さんも吸収したのは正解だったようだな。二人を吸収した強さ、想像以上だ。ボロボロだな。もう飽きてきた。そろそろフィニッシュを決めるか。ダメだ。これじゃやられちまう。こりゃ計算違いじゃったの。しゃあない、孫悟空。お前手伝いに行ってやれ。いや、オラもう。そうです、ご先祖様。実は孫悟空は、もう二度と現世には行けないのです。んなことは知っとるわい。代わりにわしの命をくれてやるんじゃ。それでお前は生き返れる。大海王神様の命を、オラに？いけません。だったら全宇宙はもうおしまいじゃ。では、せめてこの私の命を。私もそれくらいは役に立ちたい。無理せんでいい。お前はまだ若い。わしはどうせあと1000年ぐらいしか生きられんじゃろから。じいちゃん。では、さらばじゃ。すまね。この命、絶対無駄にはしねえぞ。よし、早く行け。ほれほれ、わしの死を無駄にする気か。じゃあ行ってきます。おっと待った、渡すもんがあった。ほたらじゃ。後で片方を左耳につけろ。これつけっと強くなれんか。もう片方はご飯の右耳につけさせるんじゃ。たったそれだけでお前たちは合体できる。ほんと？当たり前じゃ。しかも効果はフュージョン以上。これが昔からの海王神のとっておきの宝だったんじゃから。知りませんでした。本当に近頃の若いやつはしょうがないな。ほれ、ちょっと試してみ。お前とキビトで自分のポタラを使って。うおー、すごいパワーですよ。これなら私も戦いますよ。お調子に乗るんじゃない。もともとが大したことないんじゃ。まともに戦いっこないじゃろ。こいつは確かにすんげえよ。きちゃん。で、合体していられる時間、どれくれなんだ？ポタラにそんな弱点はないわい。永遠にじゃ。もう二度と戻るようなことはない。え？ま、保証できんがな。めいったな。ずっとご飯と合体したままか。しょうがねえか。ブツブツ言っとらんでさっさと行け。死んでしまうぞ、ご飯が。はい。じゃ、行ってきます。いろいろありがとうございました。何もかも消えてしまえ！お父さん、なぜ下界に？ご飯、これは？え？拾え、早く！そいつを右の耳につけんだ。オラと合体してブーを倒すんだ。なんだと？合体？あった。これどうするんでしたっけ？させるものか。これはいい。前よりさらにパワーアップしてしまったぞ。ご飯との合体が。さあどうする？お前が合体したがっていた孫悟飯は私がいただいた。もうお前が合体するものなどどこにもおらんぞ。えぞ、何人も吸収しやがって。くそー。この木は まさか。どうした？もう諦めたか？ならとっとと死ねい。瞬間移動か。送るのはここまでじゃ。せっかく閻魔大王の計らいで肉体を戻してもらって一日だけ戻れたというに、あんなのが相手では。ふん、気にするな。どうせ死んでいる身には変わらん。やるだけやってやる。ベジータ、やっぱそうだった。カカロット。ベジータ、黙ってこいつを右の耳につけてオラと合体してくれ。断る。なぜ俺が貴様なんかと。これしかねえんだよ。魔人ブーに勝つにはさ。貴様と一緒になるぐらいなら消された方がマシだ。こだわってる場合じゃねえ。な、終わっちまうんだぞ、何もかも。気に入らんのだ。この前貴様は俺と戦った時、さらに上の力があるにもかかわらず隠していた。何がスーパーサイヤ人3だ。いちいち勘に触る野郎だぜ。そんな奴と合体なんかできるか。悪かった。あれは変身していられる時間が限られてたんだ。もしもの時のために。言い訳などどうでもいい。俺に手を抜いたことに変わりはないんだ。舐められたもんだぜ。ことも知ってっか？みんなブーに食われちまったんだぞ。ブルマもトランクスもだ。ブーが近づいてきている。頼む、助けてんだろ、みんなのことを。よこせ、早く。見つけたぞ。ジータ、玉がこの合体は一度やったらもう二度と二人は元に戻れねえ。いいな。なんだと。くそ、こんなギリギリで言いやがって。いいんだろう、これで。サンキュー、ベジータ。何が起きた？よっしゃー！最強ライバルの共闘、吸収進化する魔人ブーを倒せ。ベジータとカカロットが合体してベジットってとこかな。さらにこいつはスーパーベジッタ。おお、大したもんだな。来いよ。生きがるなよ。本気でやってほしいな。無駄なんだよ、無駄。俺に勝とうだなんてさ、いいもんやるぞ。本気でやってこの玉だ。贝奇特的招式超帅。みっともないぜ。強いと思ったわよ。今のは少し効いたぞ。汚いぞ、貴様。合体なんかしやがって。よく言うね、自分の方が散々合体しまくったくせにね。ようだからはっきり教えてやる。無駄なんだよ、俺に勝とうだ。さらないからどう頑張った。なめやがって。まだこれからだぞ。もっと本気を出させてほしいもんだな。さて、もう飽きたからそろそろ終わりにするか。10数えるまで待ってやるからお祈りでもするんだな。1、2、3、4。ぐー、何やってるんだ、早く気づけ。ここまで追い詰められたらすることはたった一つしかないだろう。こうなったらあいつを吸収するしか。だがどうやって。そうだ、さっきあいつにちぎられたあれを使って。7、8。やっと気づいたか。そのためにわざわざあの頭についている尻尾みたいなやつを切ってやったんだ。よし、やつは油断している。9。さて果たしてうまくいくか。10。よし、ファイヤー！はー！やったぞ。はははは。なんてことだ。吸収されてしまった。終わった。いや、わからんぞ。え？ちょっと変だとは思わんか。奴はこれまで戦士を吸収するためにパワーをアップし姿を変えてきた。変わっていない。どういうことですか。もしわざと魔人ブーに吸収されたとしたら、あやつ大したもんじゃ。無敵となった記念に消してやるぞ。こんな星。あ、ブーの様子が変ですよ。やはりそうじゃ。あやつは吸収された仲間を救いに行ったんじゃ。なんだ、何？これはまさか。隠れろ。姿が元に戻っている。一体。やった！みんな元に戻ったぞ。とりあえずこいつらを隠せ。ブーはまだ気づいていない。よし、すぐにブーのところに戻るぞ。好，现在。とりあえずご飯たちは大丈夫だ。ブーの野郎は固まったままだ。もう少し様子を見た方がいいかもな。哎，那胖婆嘞？胖婆不是应该顺便被救出来吗？好，没关系。ブーの様子はどうだ？ベジータ、これ木が増えてるんじゃねえか。うわっがーうわーがーがーそんなまさか戻ってるどういうことじゃ。ビビディの作り出した魔人ブーは邪悪そのもので、ビビディ本人の手にも負えない失敗作だったのですが、温和な大海王神様を吸収することでなんとかコントロールできるようになったのです。ということはじゃ、今のあの小さな魔人ブーは最初の一番厄介なやつじゃと。はい、吸収によってパワーを減らしてまで手に入れた心がまた元に戻ってしまった。自制心が全くない悪そのものの存在に。なんだあれ。いきなり地球をぶっ飛ばそうとしやがった。ふざけやがって。おいブー、この星をぶっ飛ばすのは貴様の勝手だがな。俺たちと戦ってからにしたらどうだ。あんなの跳ね返せねえぞ。ベジータ、こっちだ。みんなと瞬間移動する。はっ、捕まれ。ダメだ、間に合わねえ。こんな一瞬じゃ瞬間移動できねえ。はっはっおい間に合ったか。オラたちは間に合ったが、地球やご飯たちは。カカロット、貴様、なんでこんな奴らを先に助けやがった。地球は消えてしもうたよ。コッパみじんじゃ。地球が消えたって。はは、何を言ってるんだ。あるじゃないか、ここに。あ、そうか、やっとわかった。こいつは夢なんだ。はは、そうだ、夢だよ夢。カカロット、貴様はあんなバカの代わりにせっかく助けた仲間を見殺しにしやがったんだぞ。もう地球も死んだ連中も二度と戻れない。頼みの綱のドラゴンボールも地球と共に消えてしまったんだ。何？ドラゴンボール？なんで地球にドラゴンボールがあったんじゃ。あれは真面目なナメック星人だけに許された、いわば反則技みたいなもんじゃぞ。そうだ、僕の故郷のナメック星に行けば新しい最長老様がきっとまたドラゴンボールを作ってると思いますよ。戻れますよ。地球もブーに殺されたみんなも。ナメック星ですか。私ならこの海王深海と下界の星々との間を瞬間移動ならできますよ。いざやったー。あ、ご覧なさい。粉々になった魔人ブーが元に戻りますよ。おい、お前のポタラを悟空たちにやるんじゃ。もう一度合体すればあんなの楽勝じゃろ。はい。いやあ、そいつはもういいよ。え？やっぱそいつはさ、オラたち向きじゃねえんだ。自分一人の力だけで戦えてんだ。あいつももう合体してねえんだし。よく言ったな、カカロット。それこそがサイヤ人だ。なんであいつがここへ。あの野郎、さっきの瞬間移動を見て、あんな一瞬で技は真似やがったな。まあいい、どっちにしてもやるんだ。ここで終わらせてやる。頼む、みんなを連れてどっかの星へ行っててくれ。はい。くそ、しょうがないやつらじゃ。この海王深海はめったなことでは壊れません。思いっきりやれい。頑張って。あ、しまった。あのサタンとかいう人間を忘れてきてしまいました。かまわん、ほっとけ。よし、どっちから行く？決めようぜ。じゃんけんぽん。よっしゃー、イエーイ。この目で見せてもらうぞ、スーパーサイヤ人3というのを。あ、行くぞブー。あ、寝てやがる。やろう、なみやがっていく。いよいよ始まる全宇宙の命運をかけた最後の戦いだ。行くぜ。What?